合意のための原発論その3ですね。被爆と健康という非常に当たり前のものが、まあ、合意できるかということを、まあ、少し別の点から考えてみますが、まあ、2回にわたって被爆と健康についての対立点を整理してきまして、まあ、被爆を心配する人から見ればですよ、私なんかそうなんですが、被爆を心配する人から見れば、原発推進派がですね、福島では誰も死んでないじゃないかなんて言われますとですね、私なんかはちょっと鼻知らんじゃうんですね。まあ、憲法で環境権がどうのこうのってなこと言ったり、それから快適な環境が大切だと言われている時代にですね、まあ、死者がいなければそれでいいのかっていう感じがするんですね。それならまあ中国で下水から油を回収して瓶に詰めて食用の油として売ったって、まあ、死ななきゃいいじゃないかという、まあ、そういう理屈なんじゃないかと、まあ、僕なんかは思うんですね。ただ私がそう思うだけであって、原発をやりたいという人の意見はですね、自分は福島に住んでないというのはこれあるんですね。まあ、なかなか口に出しては言いませんが、まあ、あるわけですね。それから福島で、まあ、大体27万人30万人ぐらいの人が避難したわけですが、まあ、1年1ミリを超えたとしてもですよ、まあ、犠牲者は30万人で大体20人ぐらいだからいいじゃないかと、まあ、そのくらいのことは別の事件でもいくらでも起こってんだと、原発だけ特別にして騒ぐなというのもあります。それからもちろん、前回前々回整理したように1年1ミリで8000人の犠牲っていうのはまあ一応決まってるわけですが、数字がどうせいい加減なんだと、法令で決まってるからつって別に非常時だから守る必要ないじゃないかっていう、まあ、この3つぐらいですよかね、まあ、感じとしては。でこれはね、非常に難しいんですよ。昔から常にこの手の議論というのがあるわけですね。その典型的なのは戦争で、まあ、戦争というのは必ず死者が出るわけですよ。その代わり国土を守ることができるわけですね。だからまあ1万人ぐらい死んでも、戦争で1万人ぐらい死んでも仕方ないじゃないかというような話は、まあ戦争をやる中核的な考えなんですね。それと同じで、原発があった方が日本の経済のためにいいんだから、まあ、20人ぐらいの犠牲者はいいんじゃないかという考えがあるわけですね。その原発に再開に反対している人から見ればですね、それから環境を大切にとかそういう人は、これはまあこんなの冗談じゃないよって言うんですが、まあなかなかこういった問題は難しいわけですよ。つまり自分だけ良ければいいじゃないか、命よりお金の方が大切なんだ、生活ができなければお金なんか命なんつって健康なんつって意味がないじゃないか、それから人の痛みは自分には感じられないよと、まあ、そういうような人もかなりの数って言いますか、僕は過半数おられるような感じがするんですね。ですからこういう考え方をですね、一括りにしてそれは悪い人だからっていうふうにやってもなかなか解決が難しいと、話し合いが難しいと思うんですよね。まあ、僕なんかは腹立たしく思うんですけども、向こうも僕を腹立たしく思うんじゃないかと思うんですね。例えば、この私の立場に厳しいことを言えばですよ、シリアでアメリカ軍の爆撃があります。同時にイスラム国でのテロもあります。アメリカ軍の爆撃で亡くなった方っていうのは、まあ、1万人以上というか3万人ぐらいと言われておりますが、よく分かりませんけどですね、イスラム側国側のテロでは、まあ、多くても1000人以下の犠牲者なんですね。ですから、まあ、どう見てもアメリカの殺人数の方が多いんですよ、アメリカ軍の。ところがアメリカ軍が殺してる人たちは良い殺し方だって言うんですね。イスラム国は悪い殺し方だって言うんですよ。まあ爆撃するんだったらいいけどナイフで刺しちゃいけないとか、まあいろいろ言い分があるんですけどね。まあ地球の裏からアメリカ軍が来て殺す方が、まあ、隣の人を殺すよりかいいって、まあどういう理屈かはまあとにかくあるんですね。で実はこれは日本のテレビとか新聞は全部そうなんですよ。良い殺し方と悪い殺し方があるっていう、もうはっきりとした区別でやってるわけですね。なんでそれじゃあ日本のテレビとか新聞がアメリカの殺し方はいい殺し方で、日本の殺し方は悪い殺し、イスラム国の殺し方は悪い殺し方だというのはですね、日本とアメリカが関係が深くて、もしアメリカとうまくいかなくなるとですね、貿易などの面で損するというふうに考えてるわけですね。ところがイスラム国は少し石油の関係もありますけれども、あまり日本とは関係がないんで、お金と関係の深い殺人は良い殺人であり、自分と関係のない殺人は悪い殺人と区別してるわけですね。これはもうはっきりとしてますね。
これはかつて社会党とか共産党が原水爆禁止運動っていうのをやったことがあるんですね、ものすごく盛んに。でその時に共産国の原爆は良い原爆であり、アメリカの原爆は悪い原爆であると大っぴらに定義いたしました。そうしないと辻褄が合わないんですね。だからまあ日本の国にはですね、必ずこういうまあ言えば、まあ、御用学者って言いますかね、皆さん学者ではありませんが、つまり自分の得になる方を良いものだと、自分に損になるものを悪いものだということが前提で世の中が動いてるんですよ、現実に。それはもう現実にそう動いてるんですよね。だから、お前何言ってんだ、お前俺に得するじゃないかと、みんな黙ってんじゃないかと、それはそんなことお前口に出すなよと、とにかくいいとだけ言えよというのが、まあ、今のイスラム国シリアの状態ですよね。ですから福島の人が20人ぐらい犠牲になってもいいじゃないかという考え方は、実は日本人の多くとマスコミの多くの考え方なんですよ。実は私は別にかっこいいこと言うんじゃないんですが、ちょっと私は性格上苦しんでる人を見ていられない性格なんですね。で私のこういう性格っていうのは遺伝的なのか、それとも両親のなんか教育のためなのかよくわからないんですけども、いずれにしても私はまあ原子力をやってきた手前があってもあってですね、それ加えてですね、他のものもそうなんですが、まあ犠牲者とか病気の人が出るのは耐えられないんですけども、これは私の個人の感情なんですよ。でもともと生物がまあ自分を守るということが第一であって、まあ必要、自分のために必要であれば仲間も大切にするっていうのがまあ生物の生き方ですからね。その意味では私の方が実は生物らしくなく、俺は福島に住んでないし、親戚もいないし、今再開されようとしている原発ももう九州の仙台なんか全然関係ないところだから、いいよいいよと。俺電気が安ければいいんだと。まあいう方が動物的であり、自然の英知にも近いとも言えるわけですね。私はまあその一応この比較をしてもいいけども、ヘリクスが山ほど出てくるわけですよ。だから危険か安全かという議論を避けて、私は約束を実は持ち出したんですね。それが法律で1年1ミリと決まってるんだから、みんなで守ろうと。法律っていうのは日本人全部に適用されるんだから、そして相互に約束したもんだからという理屈を立てたんですが、この理屈もどうも今のところ失敗してるんですよ。例えば約束は知らなかったっていうのがまずいますね。それから約束なんか別に守らなくていいっていうのはこれも言いますね。それから事態が変わったんだから約束はあったかもしれないけど、そんなのすぐ保護にすればいいんだっていうのもあります。それからお金の方が約束で大切だというのもあります。でこれがまあ全体的な再開派のまあ考えなんですね。そうしますと、どのステージで議論してもどうも合意に至らないかなと思うんですね。いやそんなことないんです。もうこれ合意を探ろうとしておりまして、まあ、一応道筋が自分の頭の中にあるんですが、しかし今のままだと平行線だと思うんですね。つまり、危険か危険かじゃないかを持ち出しても自分に利益があれば危険じゃないと、こうなりますんで、これダメと。じゃあ約束があるじゃないかって持ち出しても、約束は別に守らなくていいじゃないかってことになるとダメということで、どうもうまくいかないんですね。これがまあ合意ができない大きなことだと思うんですね。で私がまあ被爆を少しでも減らそうと、まあ、少しでも減らせば犠牲者の数が減りますからね。一番いいのはゼロってことなんですが、もう甲状腺がんが 100名を超えてるんで、もうちょっとそれはかわいそうなんですが、まあとにかくここで止めたいわけですね。でテレビやブログでそれを頑張りますと、私が民主主義の下では法律は国民相互の約束だとこう言いますとね、いやそんなことはないよっていう、法律案はお上が決めたんだから、1年1ミリができなければ別にお上が勝手に変えたらいいんじゃないのっていうことになったりするんですね。まあ、事実地方自治体が法令の基準とは無関係に健康に影響がないというようになったわけですから、まあ、実際そうなんですね。でそうなりますと私自身が反省しなきゃね。つまり法治国家は個人の価値観を乗り越えて法律というもので合意の社会を作ることができると、まあ、事実日本は順法精神があるのでそうであるという私の今までの事実認識が間違っていたことは、まあ、事実なんですよ。実はこれはもうこの4年間の原発のことではっきりもう分かってるわけですね。ですからこれをどう考えていくかっていうことがやっぱり合意に至る道だと思うんですね。要するに私は私の考えがあるし、やっぱり法律日本人守らないのかなとか不満がいっぱいあるんですけど、しかし
現実に原発は再開されようとしてるんですよ、実に驚くべきことに。でそれは結局原発を再開した方がいいと思ってる人が、まあ、もちろん多いからですよね。民主主義ですから多いから再開をするということですから。ですから今の私のこの考えは間違っているということになるわけですよね。だからそれはまあ、イスラム国見ればわかるじゃないかと。アメリカ軍の殺し方はいい殺し方だと言ってんだから、それはそういう考えでいいんだよという考えに、どうやったらそれを認めながら、まあ、日本がまあいい国になって子どもたちが、まあ、被爆とかそういうのを避けられるようになるかという、そこを考えなきゃいけないなと、こういうふうに思います。